2023年の夏は平均気温が統計開始以降最も高い値となり、記録的な猛暑となりましたね。そんな猛暑の中、収穫されたお米の多くに異変が発生しました。異変の多くが、お米の配側が白濁して見えるセジロ米や、米粒の内部に亀裂が生じる胴割れ米です。年々セジロ米や胴割れ米による品質低下が全国各地で多発しており、生産者にとっては頭の痛い問題となっています。このグラフはお米の等級比率を示しています。2021年には 83.1% あった一等米ですが、2022年には 78.6%、 2023年には 61.3% と年々一等米の比率が低下しています。それに伴い二等米、三等米の割合が大きく増え、比例してセジロ米、胴割れ米の発生割合も増えており、出荷量の減少、ひいては農家の所得低下の一因となっています。なぜ今このような現象が起こっているのでしょうか。その原因はズバリ高温障害です。ここから先は僕、トレ太郎が説明しますね。どうして気温が高くなるとお米の品質が低下するのでしょうか。常温の場合、水筒の葉は気孔を開いて水分を蒸散して気化熱により熱を逃がし、二酸化炭素と根から吸収した水を取り込んで光合成を活発に行うことにより、でんぷんが生産されます。このでんぷんの充実が一等米収穫の鍵となります。一方、高温の場合は気孔が閉じて蒸散が抑制されます。これは稲が水分の消耗を抑えるための行動です。さらに気孔が閉じたことにより葉の温度が上昇し、二酸化炭素と水を取り込む力が弱まり、光合成ができず、でんぷんの生産量が低下します。このでんぷん不足が白未熟米が多発する原因となっています。つまり高温になると品質が低下するわけは、陽温の上昇や二酸化炭素の取り込み不足で光合成がうまくできなくなり、でんぷんの生産量が落ち、糖軸が低下するからなのです。では高温障害に対してどのような対策が効果的なのでしょうか。高温耐性品種への転換や初期生育の抑制など様々な対策がありますが、これらの対策には経験に基づくノウハウや時間が必要となります。そこでおすすめするのが計算の施用です。計算を施用することで得られる3つの効果について説明します。1つ目は下葉や根が強くなり吸水量が増えます。2つ目は口蔵層が発達し、気孔が開いた状態を保てるので適度な蒸散が維持されます。3つ目は気孔からの二酸化炭素の取り込み量が増えます。よって光合成が促進されて、でんぷん生産量が増加します。このグラフは葉の蒸散量を示したものです。計算を施用すると高温でも気孔が開いた状態を維持できるので、計算施肥の方が無施肥よりも1日を通して葉の蒸散量が多いのが分かります。次のグラフは陽温の推移を示したものです。計算の施用で蒸散量が増えたことにより葉の温度が下がります。無施肥では日中に陽温が40度近くまで上昇していても、計算施肥では陽温の上昇が抑えられています。高温障害には気孔を開いて葉の温度を下げ、同時に光合成を促進させる計算の施用が大変効果的だと言えます。このように高温障害には計算の施用が効果的だと分かりましたが、効率的に稲が計算を吸収できる資材はあるのでしょうか。
そう、僕、トレ太郎です。作物が吸収しやすい計算を多く含む計算資材の決定版。トレ太郎は計算を 30% も含んでいます。計算の他にもリン酸、クド、石灰をバランスよく含んでいる総合的な土作り肥料です。稲の土作り肥料として秋施用または春施用で 10R あたり60から 100kg 使用します。中間追肥として出水1ヶ月前に 10R あたり20から 40kg の施用も効果があるので、秋や春に負けなかった場合でもまだ間に合います。吸収量が高い計算が僕の売りです。こちらはトレ太郎を施用した稲と無施用の稲の状態を撮影したものです。計算を吸収した稲は固く丈夫に育つので、しっかりと直立していますね。下張りまで日光が届くので、効率よく光合成が行えます。もう倒伏なんて怖くありません。こちらの写真は稲の根っこです。トレ太郎を施用した方が、根張りがよく吸収量が増えるので、収量や品質が向上します。根の活力が高くなります。次に、トレ太郎施用による高温障害の軽減例をご紹介いたします。こちらのグラフは、無処理区を100とした相対値で、トレ太郎を 10R あたり 60kg 施用した場合と、10R あたり 120kg 施用した場合を表しています。2015年は平年より高温の年でしたが、トレ太郎の施用によって同割率は80、71と減少し、加えて根の吸水量を表す出液速度は145、171へと増加したことが示されています。トレ太郎の施用で同割率は減少し、出液速度は高まりました。こちらは2016年の高温障害の軽減比率を示したグラフです。2016年も2015年と同様、平年よりも高温の年でしたが、同割率は54、58と約半分にとどまり、出液速度は123、110と増加しました。気候コンダクタンスを気候解度の指標と見ると、どちらも110と増加したことが示されています。半量施用でも効果的。こちらのグラフは高温年におけるトレ太郎の収量に及ぼす効果についてです。無施用区が平均 434kg の収量に対し、施用区は平均 531kg と、無施用区と比べて100kg 近い収量の差が生じていることがわかります。最後におさらいです。高温障害対策にはトレ太郎がおすすめです。僕の強みは、計算の吸収率が従来品より2倍から3倍と高く、省力的なこと。出水1ヶ月前の中間追肥でも効果があることです。ぜひ使ってね。今年はトレ太郎で、トレ太郎を当たり前に。